皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。やった方がいいこととか、やるべきことっていうのを人は考えがちだなって思うんですけど、多分これはね、人間社会の、評価みたいなものに毒されてるんだろうなと思うんですね。やらなかったことよりもやったことが評価される、されやすい、まあ、少なくとも商売においてサービスを提供する、やることに対価が支払われるなんて、サービスを提供しないことでお金はもらえないみたいなのが最たるものだと思うんですが、何をしたかみたいなことが、評価されるわけですよね。あの人はあれをしなかったから評価できるっていうのはもちろんありますけれども、結構ね、認知的には難しいんだろうなと思うんですね。やらなかったことを評価するっていうのはね、まあ、99回失敗しても1回大成功すれば勝者みたいな、なんかビジネスだとそういうとこもあったりするし、結局それもやったことが評価されてる、まあやらなければ評価されないみたいなのが強いですね。圧倒的やっぱ行動の先に成功がある、まあ圧倒的な失敗の数の重ねて、打率は 10% かもしれないし 5% かもしれないけれども、その 5% はたくさんの行動の上に成り立つと。なので、まあ、やったことに、価値がつく、やった方がいい、やるべきだという考えになりがちだと。まあ、個人の生活でさえも、まあ、そうなりやすい、やるべきこと、やった方がいいことという考え方をしやすい、まあ、家族との時間をたくさん過ごすとか、睡眠をたくさんとるとか、栄養をしっかりとるとか、運動をしっかりするとかっていう、やった方がいいことっていう視点になる。この足し算みたいな思考は人を苦しめてるよなって思うんですね。まあ仕事とかだとね、やったことの方が評価されるっていう、より露骨なんで、引き算みたいな話ってのがかなりセンスが問われるというか、まあやった方がいいことはたくさんあるけども、やらない方がいいこともたくさんあるよねってことで、何をマイナスにするのか、何をやらないのかってことは、結構判断が難しいところかなと思うので、まあそんなことをごちゃごちゃ考えるぐらいなら、失敗しながらでもやりまくった方がいいよねっていう風になるのはなんとなくわかるんですけども、こと生活についてはやった方がいいこと、やるべきこととかがをやるためにもうやらないということをやった方がいいなと思ってるんですね。まあ、しない方がいいことっていうのをしっかりと見極めて、それをしないってことが重要なんじゃないかなと思ったりしますね。しっかり栄養を取るとかいうことよりも、食べ過ぎないことの方が重要かもしれないし、飲み過ぎないことの方が重要かもしれないし、まあ、スマホを必要以上に見ないとか、ダラダラしすぎないってことの方が重要だったりすると。しないことをすることで、まあ余裕ができて、その余裕にやるべきことというか、やった方がいいなと思っていることとかができたりする。まあもしくはそのまま何もしないリラックスタイムが生まれるということで、引き算によって生み出される余裕みたいなものが豊かさを作るという側面もあるかなと思うんですね。誰かに評価されようと思ったら、やるということがどうしても求められてしまう。やったことしか評価されないからですね。あの時あの人あれをやらなかったもんねって評価できる人って本当に少ないから、考えに考えてやらないということをやったのに、でもそれは多分評価されないんですよね。やらないということをやることで、
豊かになれる部分があるんだけども、やらないということをやることで評価が下がったり評価されないということが起こるので、ということはですね、まず評価の奴隷にならないというところから始めなければならないと思うんですね。評価されなければ社会の一員として見なされない、一定のなんか自分にとって生きやすい、ポジショニングが取れないと思うので、その自分にとって必要なラインの評価、まあ、必要なポジションを取るための必要な、評価を得るためにはその程度やらないといけないと思うけども、逆に言うとその程度以上には評価されなくてもいいし、それ以上評価を気にしてもどん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 余裕がなくなっていく一方なので、やっぱ樽を知るじゃないですけども、どの程度評価されれば自分は十分なのか、十分っていうのはその生きやすさが確保できるのかってことですね。それを超えて評価を求めると結局生きづらくなっていくので、社会的にポジションが上がっていったりとか社会的に評価が高まっても生きづらくなっていくんだったら、あんまり意味がないんじゃないかなって思うんですよね。なので自分のどの程度の評価をされればいいのかってことから、おそらく行動量みたいなものが決まってくるので、その行動量以上にやる必要はないから、どっちかというとやらないこと、しない方がいいことみたいなことに意識を向けて、やらないということをやるという意識でやっていった方が、どん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 生活に、人生に余裕が出てきて、心に余裕が出てきて、まあ、その余裕の中でより、心が満たされる、体が満たされるような時間の使い方ができていくんじゃないかなと思うんで、やった方がいいこと、やるべきことみたいな風に思考が行きがちな方は、やらない方がいいことみたいなことに意識を向けてほしいし、それがなんか難しいなと思うときは、自分は評価の奴隷になってるんじゃないかってことをですね、考えてみてほしいし、もしなってるんだとすると、それは自分にとってちょうどいい評価、まあ、自分にとってちょうどいいポジションっていうのがどの辺かっていうことが、規定できてないというか、それを決めれば必要な評価って見えてくるんで、評価の奴隷にならなくていいしって感じで、このだんだん遡ってですね、考えてみてもらって、やった方がいいこと、やるべきことみたいな思考からですね、少し外れてね、考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。本日は以上です。番組のご意見ご感想は、ハッシュタグ現象をつけて、X でポストしていただくか、Spotify のコメント欄よりメッセージをいただけると継続の励みになります。また、現象の活動を応援してくださる方は、概要欄にあるリンクより、現象の LINE 公式アカウントをお友達登録していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。